国道27号起点福井県敦賀市坂野、下ランプ国道27号終点京都府府内郡、京丹波町、蒲生交差点国道27号は、福井県敦賀市から京都府府内郡京丹波町に至る一般国道である。若狭湾沿岸を走り、美祢南と丹波地方を結ぶ。旧一級国道にしては珍しく、終点の自治体が郡部である。また、都道府県庁所在地を通らない国道としては最も番号が若い。北陸と山陰の架け橋としての機能を果たしている。国道27号に沿って、京都縦貫自動車道及び舞鶴若狭自動車道がほぼ並行している。1995年1月17日早朝に発生した阪神・淡路大震災で、名神高速道路の末端部分などが通行不能となったことから迂回路として使用され、大型車両などが集中した。一般国道の路線を指定する政令に基づく、起終点及び重要な経過値は次の通り。政令上の終点は、京都府府内郡丹波町となっているが、合併に伴い、現在は、京丹波町となっている。国道27号の起源は、1904年3月4日に、国道表に追加された。国道53号、舞鶴鎮守府と第9師団とを交連する路線である。第9師団は金沢に置かれたので、この路線は現8号と重複して、舞鶴と金沢とを結ぶ路線ということになる。ただし、現8号に相当する当時の国道18号は、現365号のルートを通っていたので、重複区間は武雄からである。京都方面との連絡は、福知山を経由する国道52号、東京より舞鶴鎮守府に達する路線によっており、現27号の京丹波町舞鶴市間は国道になっていない。金山バイパス、福井県敦賀市阿園の京都府府内郡京丹波町、焦り門縄手国道8号との交差福井県敦賀市、岡山町1丁目交差点接続路線図福井県道は27号が欠番になっている。小浜市と綾部市の間は、福井県道、京都府道1号小浜綾部線経由のルートが、より短い距離となる。美浜東バイパス助柿ランプを流雪市町道を通過し、国道27号線を左折し坂尻交差点から、若狭広域農道が、若狭町台鳥羽まで概ね並行しているほか、小浜市東市場交差点から、若狭西部広域農道が、高浜町、園部交差点まで概ね並行している。ありがとうございます。